ちらの船はさらに南へ下った。もっと豊かな土地がある。風がそう告げていたのだ。そしてわしは見つけたのだ、新大陸を。果物が実り、草原波打つ新天地。わしはその地に名をつけた。かの地の名はヴィンランド。どうじゃ一尾ども、少しは見直したか、このレイフ・エイリクソン様を。すげえや、レイフのおっちゃん。それでそれで、人はいたの？あったかかった？アイスランドよりも広かった？おうよ、ここよりもずっと暖かくてな、草が一面に茂ったった。原住民にも出会った。言葉は通じなかったが、すぐに友達になったよ。この羽飾りとパイプは彼らからの贈り物さ。いいか、こいつはな、真の戦士だけが身につけられるものなんだ。ほら、立派なもんだろ。すごいな。なんだ、子供らまだ起きてるのか。ごめんなさい、レイフさんのお話を聞かせてあげたくて。真の戦士か、やっぱおっちゃんはすごいな。